ウーローラーのお時間になりました。本日のテーマは怠け者が成功する方法です。まあ、怠け者でも成功したいっていう強欲なあなたへ、はい。まあ、僕もね、偉そうに言ってますけど怠け者です。僕もねめちゃくちゃ怠け者なんですよ。だけど自己実現は手に入れました。自己実現って何かっていうと、パソコン1台で自由な暮らし月収100万みたいなところですね。そこはまあ自己実現してもう7年か、もうあと10月になって8年目ぐらいになるんですけど、いやね、これはね、当時はね、あの雲の上のような話だったんですけど、今はまあ別に普通になっちゃいましたけども、あのじゃあなんで僕が怠け者だったのにその自己実現を達成することができたのかっていう話なんですけど、まあこれは完全なる強制力ですね。強制力、これブログでも書きましたけど、強制力です。僕の場合はあの一回ね、あのなんだあーニートの時か、あのネットでなんか稼げないかなっていろいろ探してて、まあ、情報商材買ったんですけど、まあ、挫折しました。なんだけどその後、まあ、あのネットのその会社に入って、もう仕事がネットビジネスみたいな、もう強制せざるを得ないとか、会社に出社したらネットビジネスですから。まあそれで13年ぐらいか4年かぐらいやりましたんで、うん、まあその土台があったからかなと思いますね。一人だったら僕絶対無理ですよ。だって一人だったら挫折してるし、そもそも、なんすかね、ネットの、そのネットビジネスの、その、なんだ、そのデメリットって、いきなり今月から給料って発生しないじゃないですか。まあ、運良くてね、なんかがバズりましたとか、運良かったらいけるかもしれないですけど、特に無料集客から始めますってなった場合、まあ初心者ですよ。ネットビジネス右も左も分かりません。じゃあ無料の媒体やります。じゃあ1ヶ月目からアクセスバンバン来て報酬上がるかっていうと、まあ上がんないですよ。うん、もちろんそのトレンドに完全振ってるんだったら分かんないですけども、まあ基本的に難しいでしょうね。うん、でも普通の仕事って給料出るじゃないですか。で僕給料出たんですよ、ね、初月から給料すいません出ました。で仕事はネットビジネスっていう、だからそれが続けられる、まあ、一つの大きな要因だったかなと思いますね。まあ、すいません僕ごとで申し訳ないですけども、まあもうやらないといけない環境、それが仕事がもうネットビジネスですよ、強制力ありますよ、でなおかつ収入はゼロではない、ちゃんと給料は当時多分確か20万だったんで、20万ですね。まあでもそこから税金引かれるんで十何万だったと思いますけども、でもゼロじゃないんですよ。ブログどんだけ1ヶ月書いてもゼロのことあるだろうし、YouTube どれだけ頑張ってもゼロの時はゼロだろうし、ね、初心者の人はね、特に。だからそこかな。だからまあ、そこですね。でも、僕と同じような再現ができるかっていうと、まあ、全員できるわけではないですよね。なんかその転職した会社がネットビジネスですっていうところだったりとか、就職した会社がネットビジネスですっていうところは多分あんまないと思うんで、副業でやられるじゃないですか。だからリアルの仕事をやりながら、じゃあ家に帰って一人で、まあそのブログやるなり YouTube やるなりっていうところがほとんどだと思うんですよ。でこの状況だとほとんどやっぱね挫折するんですよね。やっぱね、おすすめはですよ。一人でできるんだったら全然いいんですよ。一人でできるんだったらいいんですけど、やっぱおすすめは、最初はやっぱね、セミナー行って一緒にやるとか、仲間作ってやるっていう仲間作りをやった方がいいと思いますね。一緒にやるっていう、一人で、なんですかね、例えばでしょ、これって、まあ、ちょっと考えていただければわかると思うんですけど、多分これはないと思うんですよ。例えば自分が勉強会を開きます。なんかセミナー行って友達になってね、同じセミナーに行ってるってことは同じ趣旨で稼ごうとしてる人たちが集まるわけじゃないですか。で、セミナー行って友達になるじゃないですか。で、じゃあ今度一緒に勉強会やるよって自分が主催主になりますよね。で、主催主になって人が集まってきました。で、それでやらないという選択あります？もう絶対多分ないと思うんですよ。どうすか、自分が主催者になってやろうぜって人集めて勉強会をやって、その勉強会をサボるとかドタキャンするとか、まあ普通の人間だったらないでしょ。逆にそれサボれるんだったらよほどの根性座ってるなというか、ちょっと人間としてどうなのかなみたいなところあるじゃないですか。自分で主催しといてドタキャンするってね、なかなかファンキーですよね。なんかその仲間作り、まあまあ今回ね、環境を作りましょうみたいな、環境を作るっていう商品出してますけども、その仲間を作るって結構いいと思いますよ。
うん、一人でできないんだったら仲間を作るってことですよね。うん、一人でできないんだったら、なんだろうな、他の人のパワーを借りる。だからセミナー行っても寝るってことないじゃないですか。未然に払ってね、金、有料のセミナー行って未然に払って、そこで寝るってサボるってこともまあまあねえだろうし。でも、家でね、未然に切らす、家でね、家のいつもの同じような環境、テレビもある、なんかいろんなその状況下でね、やるっつったら、まあ怠けますよ。自分に甘いんでみんな。うん。だからまあ環境づくり、ほんと大事だなとは思いますね。怠け者でも強制力があれば怠け者もクソもないので、まあブログにあの韓国の徴兵制度の話もしましたけど、 BTS だったかな、そのね、韓国でそのあるじゃないですか、もうなんか軍隊入らんとあかんみたいな。で、別に怠け者だろうがやる気があろうが関係なく、まあそういう制度があってそこに入ったらやるしかないじゃないですか。どうですか、関係ないですよね、もう。うん、やるしかないんですよ。仕事ができない人間でも会社に行ったら仕事するしかないので、覚えるしかないし。うん。だから怠け者を直すんじゃなくて、怠け者はもう怠け者なので、怠け者でも成功できる環境を作っていくっていうことが大事ですね。別に怠け者の性格を変えられるんだったらいいですけど、なかなか性格変えるのって難しいですよ。僕も性格自体は変わってないとは思うんですよ。だけど変わったとも言えるっちゃ言えるんですけど、でも変わってないな。やらなくなったらやらなくなるし、僕ね。でも常に僕はそういう意識でやってますので、環境をこう作っていくとか、環境にこう入るとかね。まあその環境にすげえ意識してるので、だから結局、外から見たらやってるし。だからその、部屋の掃除とかも意識してやってるので、多分意識しなかったらもうどん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 散らかるんですよ。例えば、これもなんかイメージつくと思うんですけど、なんだろうな、意識があるのかないのか、例えば、部屋の片付けで言うならば、あった場所に戻す、もしますね。あった場所に戻すという意識を持ってずっと日々過ごしてれば、意識があるわけですから、あった場所に戻す。で、そのあった場所に戻すっていうのは、超大変なことかっていうと、超大変なことではなくないですか？ゴミ箱に捨てる。ゴミ箱に何か物を捨てる。一個でしょ？例えばポテトチップスを食べました。その袋をゴミ箱に捨てるっていう行為って超大変ですか？これ小学生でもできると思うんですよ。だけど、その意識がないと明日でいいかとかなって、じゃあそのポテトチップスの袋が1個溜まりました。じゃあペットボトルが1個溜まりました。缶ビールの缶が溜まりました。で、結局、めちゃめちゃそれを片付けるのがどんどん大変になるわけじゃないですか。でも、1個あたりの片付けるのってそんなにあれですよね。特にあと食器洗いとかもわかりやすいと思うんですけど、皿が10枚とか溜まってくると重いけど、皿1枚ぐらいの洗いだったら、まあ別にそれは簡単なんですよ。まあめんどくさいかもしれないですけど、まあ10枚とか20枚とか、皿がめちゃめちゃ山積みに溜まってね、なんかハエがブーンみたいな、もうそもそも嫌じゃないですか。ね、どうすか？なんかゴミ屋敷でイメージできると思うんですけど、なんかもう食器すげえ臭いし、腐ってるし、その排水口も臭いみたいな。で、その状況下で、もう見るにも無残ですよね。もう灰がブーンって飛んでて、もう臭いし、汚いし、で、それで片付けようっていう気にどんどんならなくなるじゃないですか。でもそうなる前に、一個やっとけば、そうならないじゃないですか。で、排水口も、綺麗なうちに、また綺麗なように磨いとけば、別にそんな臭くならないわけですよ。だけど、これを溜めちゃうと、結局、大きいことになっちゃうので、で、大きいことになると、できなくなるじゃないですか。だから結局、その、やっぱ、日々の意識をして、小さいことを、やっぱ、こう、やっていく、積み上げていく、終わらせていくっていうことが結構大事ですかね。で、溜めちゃうと、できなくなっちゃうんで。ということで、怠け者でも成功するためには、まあそういう意識でね、生活してほしいなと思いますし、やってほしいなと思います。はい。では終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。